目とは、日本の律令成果の四等官制において、国師の第四等官を指す。中世以後、職人、芸人に、宮中、三宅から名誉称号として授けられるようになった。国師の四等官は、守る、助、上、目という文字を用いた。目は主に漢字の記録及び、公文の草案作成等を司さった。大法令、養老令に定められた規則では、 国の規模によって国主の制度が異なっており、中国や下国では付けや状が省かれたが、目は設置された。逆に、最も高い位置づけの大国には多め、正目が設置された。ただし実際の運用上は人員の増減があり、規則上は目が配置される上国に多めと正目が置かれることもあった。律令国主における目が転じて、後世、朝廷から、 出入りの商人や当商浄上流の芸人などに対して、その技芸を検証する意味で可視されるようになった。目の称号を授けられることを、受領するという。上流太夫に対する有名な事例としては、漢文三年に、正六位カエ尻目を受領した、藤原貞勝や十六位下佐ドメを受領した、沢渡正義が挙げられる。ありがとうございます。